はいどうも、田原元就です。この動画ではファルコンステークス、こちらの注目はやっていきたいと思っております。中距離 1400m で行われるというそんな一戦でして、結構過去にはね、G1 もなんかも出走してきたそんな一戦でございます。この動画は何か参考になっていただければそう思っておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。まず取り上げるのがカルロ・ベローチュです。この馬なんですけれどもね、新馬戦が本当、ちょっと伝説になりかけているというそんな一頭でして、新馬戦勝った時のね、任した馬で言いますと、例えば、後のホープフルステークス、勝ち馬、デュライレーデとか、チャンス・ザ・ローゼスとか、デルマ・外掛けとかね、もう芝とかダートとか、一切関係なく後の出世馬を輩出したようなそんな出世レースを勝った一頭でございます。まあそう考えると2戦目って一体何だったんだろうという、もうその一言に尽きちゃうんですけれど、もうあれはまあ馬中から隔離しちゃった方がいいかもしれないですね。それぐらいわけわかんない敗戦だったんですけれども、前走がね、まあその惨敗から立て直した一戦だったんですけれども、逃げる競馬で上がり3波の最速、1分33秒3という勝ち時計だったんですけれども、その勝ち時計が、まあ新参記念を上回るというかなり優秀なそんな時計でありました。で、前走だったんですけれども、まあ結果的には逃げるという競馬を選択いたしまして、まあ福永ジョッキーが逃げるって、正直なかなか珍しいというパターンでして、特にね、若い馬になんか次に1勝が来たすという、そんなところであまり逃げないという印象だったんですけれども、もうこの馬に関してはね、変に折り合いを気を使うぐらいだったら行ってしまえというね、そんなところがあったのかもしれません。で、今回なんですけれども、おそらく中京がね、道割れの可能性も出てきたという、そんな状況なんですけれども、この馬に関して言いますと、まあ、馬体重が、前走で500キロに達しまして、500キロオーバーの、そんないわゆる、雄大な馬格を誇るという、そんな一頭です。で、当時の前走だったんですけれども、結構ね、時計タフなそんな馬場コンディションでもありましたし、そういった冬のタフな条件をこなすことができる、しかも馬格が大きいこと、まあ、その時点考えたら、僕の中ではそんなに道割れ適性というのは心配はしておりません。まあ、前走のパフォーマンスかなり圧倒的ということもあったんですけれども、いや、今回もね、まあ、普通に走ることさえできれば、そんなに大崩れとかね、損はないのかなというような、そんな印象です。はい、続いてはスプレームフレイバーです。この馬2歳の時はね、重賞でも一番人気支持されているような、そんな一頭なんですけれども、ね、今のところちょっと1勝クラスでもたついてしまっているという、そんな一頭なんですね。で、前走なんかはまあ1勝クラスで差し損ねという感じではあったんですけれども、昨年秋以降、こちらに目を向けてみますと、上がり3波の最速のレースが非常に目立っている、そこも一つの強調材料だと僕は考えております。まあ、先週開幕を迎えた中京だったんですけれども、開幕週の割に意外と差しが決まっていたという、そんなところもありまして、もっと極端にインが伸びるような感じかなと思ったら、意外と外差しもね、効くようなところもあったので、まあ、結構もしかしたら今の状況というのは、この馬にとっては追い風なのかもしれません。まあ、おそらく今回もね、後ろから行くと思うんですけれども、例えば、前がこう強い競馬をしたとか、前が入れ合ってしまった、そうなった時にね、この馬がしれっと3着とか、そういったゾーンに突っ込んでくる可能性は考慮したいと考えております。はい、続いてはスーパーアグリです。この馬なんですけれども、非常に分かりやすいという馬でして、馬圏内に入った2戦はいずれも、道あるというそんな馬場コンディションでした。反対に両馬場になるとなかなかね、馬圏内に、来れないような現状なんですけれども、そう考えた時にね、今回の、中京芝というのが先ほども言ったんですけれども、こう、道あるの可能性が、出てきたというところは、この馬にとってかなり追い風というふうにね、僕は考えております。で、この同馬を管理する矢作厩舎なんですけれども、この厩舎がですね、ちょっと古いデータになるんですけれども、2010年から2012年、この間においてファルコンステークス3年連続馬圏内、しかも全部人気薄という、そんな離れ技をやってのけたという、そんな過去もありました。で、この馬自身前走をスムーズに、ね、運べたかというと、ちょっと難しいところもありましたので、この広い中距離に変わって、うまくね、スムーズに運びさえすれば、全然上位進出があってもおかしくない、そう捉えております。はい、続いてはテラステラですね。この馬なんですけれども、前走が、この馬初めて 1400m 戦だったんですけれども、満了賞で勝利を収めたという、そんな一頭です。当時、まあ確かにスローの展開でね、前に行ったこの馬にとって利があった、そこは間違いないんですけれども、当時任したペースセッティング、こちらの馬がですね、次走新山記念で2着ということもありましたので、レースレベル自体はね、そこまで低いとは言えないというふうに僕は考えております。なので今回の 1400m にこだわったローテーション、ここに関してはプラスだと思うんですけれども、一つだけ気になる点があるとしたら、2戦目がですね、このまま2戦目が札幌の 1500m だったんですけれども、これちょっと惨敗を喫してしまった。まあ、洋芝で 1500m、まあ、今回の 1400m より長い距離、そこがちょっと引っかかってしまったというところですかね。で、このファルコンステークスという一戦なんですけれども、どちらかというと、なんですね、マイルまでこなしたいよねという、そんなところがあるんですね。戦力こなせるんですけれども、専用もいけるよという。例えばね、まあ、去年ですかね、一昨年か、勝った馬なんかも結構そういった特徴がありましたし、グレナディアガーズか、グレナディアガーズなんかも2着に入っていた。それもね、1600m の G1 勝ち馬という、そんなことがありました。なんで、そこの適性から少しずれてしまう。そこの部分が僕ちょっと心配ではあるんですけれども、まあ、
勝ち切るゾーンには僕は置きたくないです。そういったところなんですけれど、まあ紐とかですかね、そういったところなら考えてもいいのかなというような一投です。はい、続いてはバグラダスです。この馬なんですけれども、前走が采配フューチュリティステークス。まあちょっと相手関係からして、ね、無謀かなとも思っていたんですけれども、結果的には5着ということで、道中5番手の位置をそのままキープしたような、そんな競馬でありました。で当時が1000通貨でいうと57秒8、600通貨も34秒台でしたので、割と流れた展開ではあったんですけれども、そう考えるとね、まあ、確かにロスなく運んだとはいえ、少なくとも検討したというか、評価を下げるには至らないという、そんな内容だったと思っております。で今回が 1400m なんですけれども、こちらの、条件に関しては2走前に、東京 1400m で勝利を収めておりました。当時結構前に行った馬はビュンビュン飛ばしたような一戦だったんですけれども、慌てず道中、中段ぐらいですかね、それぐらいの方で待機いたしまして、直線半ばで突き抜けたという、割とこう味のある競馬というか、少なくともね、こうスピードだけで任せていったとか、そういったところもありませんでしたので、この 1400m の左回り、この条件に関してはこのメンバーの中でもトップクラスの適性を誇っている。僕はそう捉えているですね。で今回なんですけれど、まあ、前走からの距離短縮というそんなローテーションでもありますし、まあそうですね、まあ、ダートもこなせるというそういったパワー型でもありますので、今回の条件代わり、こちらに関しては、ね、十分にプラスと考えておりますので、巻き返しの可能性高いとそう思っております。続いて取り上げるのは8面6匹です。この馬なんですけれども、前走が休み明けで臨んだダートの 1200m だったんですけれども、上がり3波の最速、そんな足で突き抜けました。ですごく切れましたね。もうその一言に尽きてしまうんですけれども、その前なんかもね、未勝利戦が東京ですかね、東京 1400m すごく切れる足を使っての勝利でした。で今回初めての芝というところでね、やっぱこれまでダートにこだわったローテーション、そこ考えると簡単にはいかないのかなと、そう思ってしまうんですけれども、このまま謹慎とか、いわゆる血統背景で言いますと全然芝はこなせます。まあ、例えば謹慎で言いますと、先日引退したダイアトニック、こちら重賞、芝重賞5勝という馬でして、ちょっと古いんですけれども、ローマンエンパイア、そんな馬がいたんですけれども、そちらの方が京成杯を勝っていた馬。で、なんといってもね、この馬のお姉さんが活発ハッチという馬でして、こちらがアイビーサマーダッシュ芝の直線のスピードが問われる条件で連帯を果たしていた。十分こなせます。血統から大丈夫です。僕はそう捉えているんですけれども、やっぱそれも踏まえてもね、やっぱ陣営がこう使ってきたというところもありますし、変な話ですけど、ファルコンステークスがね、この3歳の重賞における唯一の、結構芝ダート転戦組でも通用してしまうよという、そんな条件だと僕は考えておりますので、まあ、今回、ビチュアルの可能性が出ている。そういった馬場適性も踏まえまして、ノーマークにはできない、そう捉えております。はい、次で取り上げるのがペースセッティングです。こちらの馬なんですけれども、前走新山記念、こちらの方で連帯を果たしたという、そんな一頭ですね。当時結構むちゃくちゃなというか、飛ばしすぎじゃねえのと思っていたんですけれども、最後ゴール前までね、しぶとく粘った。まあ、全然前走を見る限り、全然スプリンターでもなくて、1400m 限定でもなくて、マイルもこなせるという、それを証明したのはかなりね、プラス材料だったと僕は考えております。で今回なんですけれども、まあ、一波論の距離短縮ということもあるんですけれども、そうなると、2走、3走前ですかね、3走前の KO 杯2歳ステークス、こちらの方が控える競馬で、4着というそんな結果でした。つまり別に逃げなくてもよくねえというそんなところもありますので、今回ちょっとどういう競馬するかですかね、これ何とも言えないところなんですけれども、まあ、前走良くも悪くも、まあ、外国人ジョッキーが乗って変な癖がついた可能性はあります。いやもう前が前に行ってもどうしようもブレーキが効かないというか、そういった折り合い面の不安もあるんですけれども、その後今回ね、まあ、距離適正とか今後広げることを考えたら、できれば控えた方がいいのかなという、僕はそんなところですかね。まあ、なんですけれども、まあ、前走新山記念もそうでしたし、まあ、重賞の KO 杯、2歳ステークス、こちらの4着もあります。やっぱそういった実績考えるとね、これぐらいの評価は妥当かなというふうに考えております。最後に取り上げるのがミルド・クレイモーです。前走2番人気に押された一戦だったんですけれども、結果的には4着というふうに人気を裏切ってしまった、そんなレースでした。で当時がですね、中間の波論でとてつもない時計をマークしておりまして、まあ、中間の波論でいうと4波論49秒台。まあ、続いて良好なコンディションだったとはいえ、結構ね、素晴らしい時計だったんですけれども、まあ、今考えればですけどね、ちょっと時計出しすぎたというか、もしかしたらレースまでにガス欠を迎えてしまった、そんなところがあったのかもしれません。で今回なんですけれども、まあ、こちらもコンディションはもちろん考えなきゃいけないんですけれども、反論でいうと4波論で51秒台、そういったような時計でした。これ以上全然出せるような馬ですので、まあ、そう考えたら少しだけはこうセーブしたというか、そんなところがあるのかなというそんな印象でもありますので、まあ、この馬自身 1500m まで、ね、全然こなせるという過去の成績でもありましたので、まあ、ちょっと一応抑えとこうかなというか、そんなところですかね、そんなような印象として捉えてください。
はい、以上でファルコンステークスの注目馬は終了となります。この一戦なんですけれども、中距離 1400m、この条件ってやっぱタフな条件ではありますので、前走から距離短縮とか、そういったところのローテーションに着目した、そんな注目馬たちとなっております。行動が何か参考になったら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。